フラティガーはアドリアン・フルティガーによってデザインされた3セリフのオーブンに初代。遠くから見た時の視認性に優れ、特に空港や駅などの案内用標識などに用いられるほか、印刷物でも幅広く利用されている。アドリアン・フルティガーがシャルル・ド・ゴール空港の案内標識をデザインする依頼を受けたのは1968年のことであった。フルティガーは自身が かつて制作した、ウニベルソを用いるのではなく、遠くからでも読みやすく、空港の標識に適したフォントを新たに作ることにした。このフォントは1976年、ライノタイプからフラッティガーの名で一般向けに発売された。2000年、フラッティガーネクストがリリース。これは、アルテピナコテ定ク美術館のためにデザインされたもので、ウェイト数の増加や、 X ハイトを高めるなどの改良が行われている。フラティガー・ネクストのイタリック体は、機械的傾斜体ではなく、新規にイタリック用にデザインされ、小文字の A などがいわゆる一階建てになっている。2009年7月、フラティガーの改め国判、ノイエ・フラティガーがリリースされた。2000年のフラティガー・ネクストの制作は、フルティガー自身の指揮によるものではないため、 1977年のオリジナルのフラッティガーをもとに小林明とフルティガーとが共同で改め濃くしたもの。デザインの全面的な改良とウェイトの充実が行われた。ただし、イタリック体はフラッティガーネクストとは異なり、また元のフラッティガー同様の傾斜体に戻されている。日本では東日本旅客鉄道の駅に掲示されている着発線番号表示や、 東京地下鉄、東京都交通局の駅構内サイン類における、オーブン表示用書体、京阪電気鉄道の各駅に掲示されている、時刻表や、車体塗装変更時に採用された、車両番号、路線記号導入にあたって更新された、西日本旅客鉄道の車両の方向幕や駅、構内サイン類における、オーブン表示用書体、 パナソニックの製品の品番表記など、日本国内で流通している雑誌などの印刷物や、広告、テレビ等の媒体でも見かける機会が増えつつある。アメリカ合衆国では、長距離旅客輸送を担うアムトラックが、時刻表などの印刷物、駅名などの表示、各車両の表記に使用している。サンフランシスコ米エリアを走るバートも、すべての表示に使用している。 派生フォントとして1997年にドイツのメタデザインがフラティガーを原案としたフォント FF トランジットをファンタフォントから発売している。イタリック体はフラティガーネクスト同様の正式なイタリック体 i.j. が円形などオリジナルと異なる部分も多く現在でも入手可能である。モノタイプが2017年に発表した。 同社発の日本語フォントガネ、ね、カクゴシックに組み込まれている。ノイエ・フラティガーに合う日本語フォントとして小林明によってデザインされた。フラティガーに類似したフォントとしてはアドビのミリアド、マイクロソフトのセゴエなどがある。ありがとうございます。